緊急地震速報です。地震の情報をお伝えします。先ほど8時27分ごろ、九州地方で最大震度4の地震が発生した模様です。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはおよそ 10km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されます。念のため海岸からは離れるようにしてください。繰り返し地震の情報をお伝えします。先ほど8時27分ごろ、九州地方で最大震度4の地震が発生した模様です。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはおよそ 10km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されます。こちらは緊急地震速報になっております。念のため海岸からは離れるようにしてください。宮崎県都城市の方から、体感的な揺れはわずかでした。福岡の方からは揺れは分かりませんでしたといただいております。繰り返し地震の情報をお伝えします。こちらは緊急地震速報です。先ほど8時27分ごろ、九州地方で最大震度4の地震が発生した模様です。実際に観測された震度の情報が入りました。最大震度は3の地震となっております。先ほど緊急地震速報では推定4となっていましたが、実際に観測された最大震度は3となっております。震度3を観測したのは熊本県の天草、芦北、鹿児島県薩摩となっております。繰り返し地震の情報をお伝えします。先ほど8時27分ごろ、九州地方で最大震度3の地震が発生しました。まだ詳しい震源の情報が入ってきておりませんので、念のため海岸からは離れるようにしてください。繰り返し地震の情報をお伝えします。先ほど8時27分ごろ、九州地方で最大震度3の地震が発生しました。詳しい震源の情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。最大震度3の地震となっております。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはおよそ 20km、 地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしております。先ほど8時27分ごろ、九州地方で最大震度3の地震が発生しました。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはおよそ 20km、 地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは鹿児島県薩摩、熊本県の天草、芦北となっております。詳しい地点今後あと入ってくるかと思います。情報をお伝えしていきます。先ほど8時27分ごろ、九州地方で最大震度3の地震が発生しました。震源地は鹿児島県薩摩地方、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7、 地震の深さはおよそ 20km となっております。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは熊本県の水俣市、そして鹿児島県の長島となっております。大きな揺れがあったところでは、揺れが収まってから落ち着いて行動を取るようにしてください。辺りのものが落ちてないか落ち着いて行動していただいて、火の元などにも十分にご注意ください。